アルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ2世は、イングランドの作曲家、バイオル奏者。同姓同名の父親アルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ1世は、イタリア出身の音楽家、館長で、母親は、スザンナ・サイモンズであった。エリザベス1世の低身ホーマー版オースター・ワイクの、日ごかに教育を受け、父親からイタリアに渡って、自分たち両親と暮らすように勧められるが、 エリザベス一世が手放そうとせず、1592年にオースター・ワイクが他界するまで、その監督下にあった。その頃には、宮廷音楽家として活動を開始しており、ヘンリー王大使の個人教師も務めていた。フェル・ラボスコ二世はいくつかの企画で、詩人ベン・ジョンソンと共作して、1605年の悪魔のマスクなどいくつかのマスクで音楽を手掛けた。 ジョンダンやトマス・キャンピオンの詩による歌曲は1609年にジョン・ブラウンによって出版されており、その他にリュート曲やバイオール曲もある。しばしばバーロック音楽の新しい廊唱様式で作曲しており、イタリアに行ったことがないにもかかわらず、同時代のイタリア音楽に敏感だったことを伺わせている。フェルダ・ボスコ二世の名声はバイオル奏者としてのラツワンによるところ大であったが、 バイオルコンソートの作曲家としての名声はそれさえも上回った。これらの曲はたくさんの学説と超絶技巧を要する旋律線が特徴的な凝った作品となっている。例えばフェルダ・ボスコ・2世もバイオルコンソートのために数々の優れたイン・ノ・ミネを作曲しているが他の作曲家と違って大法的な手ラを捨てている。また、ジョン・コ・プラリオと並んで 最初に、ライラ・バイオルのために作曲した人物でもあり、ライラ・バイオルのための教則本も執筆した。フェル・ラボスコ2世は、河川敷の補修など、テムズ側の利権絡みの計画に失敗して、借金に苦しめられていた。ありがとうございます。